ちゃこんにちは、豊さん、はい、大山選手どこに行くんですかね。もう楽しみやな。楽しみ、まあ、楽しみなのか、はい、残ることってあんのかなとか思い出してきたよね。そうなんですよ。最初はね、手挙げて、まあ、さらっとして宣言残留かなって思ってたんだけど、はい、もう本気やな、ちょっと。ちょっとなんかこう50-50で分からなくなってきましたよね。そうやな。そうなんですよ。というのも、まあ、連日大山選手 の、 もうあの行動が、はい、あのね、いろんな記事に出ていて、例えばあのファン感謝祭には、はい、原口選手そして大山選手揃って出たと、はい、ただ納会には原口選手は出たんですけれども、大山選手は欠席ということで、またその記事が、あ、納会には出席しなかったからこれはもう出るんじゃないかとか、ファンの中では納会って結構さ、うん、まあ、1年間のこう汗を流すというか、はい、赤を落とすというか、うん、なんかこう楽しいんだけどね、はい、それ欠席するかみたいな、うん、だから選手とも腹割って話したりだとか、ね、お酒が入ったりとか、うんうんうん、でみんなで飲み行こうっていうことはないじゃない、シーズン中、はい、まあそれは息抜きで何人かでちょっと飲もうよみたいな、うん、まあ、そういうことはあったとしても、はい、大山クラスだと全員が次に来るからね。そうですよね、うん、きっと、まあ、そうなってくるといろんな話ができるとかさ、はい、まあ、そういうことだろうけども、うん、なんかこう納会を欠席したっていうのはどういうことなんだろうっていうのはちょっと気になったけど ね、うん、ね、あのファンの方もやっぱりそこを気にしていて、はいはい、ますますあの出ていってしまうんじゃないかみたいなこともファンの間では言われていたりするんですよね。でそんな中、あの一時期カープも大山選手の獲得調査乗り出すみたいな以前記事あったんですけど、はいはい、全く一向にそのカープの記事が出てこなくなって、そのうちあの外国人選手何名か 3-4名取ったみたいな記事が出てて、もしかするとあれですかね、あのもうちょっと撤退みたいな感じになってるんですかね、カープ的には。例えば、うん、まあ、考え方あって、じゃあ大山に複数年で大金を使うか、うん、それとも本当に外国人で、はい、単年でやってくれたら長期契約にはなるけども、うん、やってくれる、まあ、そういうのにお金を少し、うん、金額を高い買い物をしてくるのか、はい、まあ、そこら辺の駆け引きっていうのは多分あったと思うんだよね、うんうんうん、だ大山も広島入ってなあ、まあ、例えば、はい、打てりゃいいけど、うん、打てなかったらやっぱり辛いよな。そうですね、FA ってそうですよね、やっぱり。いや、まあだけど、うん、まあ欲しいのは欲しいよ、うん、その4番を打てるバッターがいないわけだから、はい、だからその4番をね、取れるっていうことから考えると、うん、それは大山は欲しいけど、うん、まあその外国人の方に行っちゃったということだよね、うん、そうですね、多分ね。となるとやはり構図としては阪神に残るのか巨人に行くのかというこの選択になってくると思うんですけど、そんな中、いや、まあでもね、これはね、はい、残るんだったら早くね決断して残った方がいい、はい、これやっぱ気持ちがあるから、うん、結局折り合いつかなくて戻ってくるのかっていう印象よりは、はい、やっぱ阪神が好きで戻ってきましたっていう方が、うんうんうん、そら扱いやすいよね。どちらにしても早く決断を出した方が見え方として、いや、もう行くって決めてるんだったら、うん、これ伸ばしちゃっていいんだよ別に、はい、うんうん、そうか。いや、そしたら結構大山クラスってもう大体もう接触してると思うんだよね、うんうん、そうなってきてこう伸びてるっていうことは、うん、もう移籍するな。もう 60% から 70% ぐらいは今70だな。70ぐらいか、結構確率的には大きくなってきましたけど、そんな中あの巨人坂本選手が契約更改の際に、はい、多分あの記者の方から聞かれたんだと思うんですけれども、その大山選手の FA の補強策について聞かれると、ジャイアンツは常に勝たないといけないチーム、僕もそこでずっとレギュラーを張ってきた自負もあります、ジャイアンツはそういうチームだと思ってやっているので FA の補強というのは当たり前だと思っています、そして大山くんはいい子なので来てほしいなと思いますというふうに笑顔で話したと。坂本に来いって言われたらな、俺も行くよ豊さんも井の一番で行きますよねいやいや、でもそうやな、これはだと大山選手ちょっと嬉しいというか、どうなんですかね、やっぱりさ、ありがたい、いや、ありがたいっていうよりも、うん、梶谷も言ってたけど、同級生だよね、うん、梶谷と坂本がね、はい、で、いや、隼人と一緒にやってみたいと、うん、いうことの条件もあったわけよ、だから元気なうちに大山も坂本と一緒にやりたいって思えば、はい、それは心動くよね。そうですね、いや、そのぐらいの選手だから、う
選手一緒にやってて坂本勇人という人間とじゃあ一緒にやりたいかっていうとさ、やりたいよ、やってみたいよ、うんうん、どういうモチベーションでどういう向き合い方でやっているのかとか見たいっていう、うん、そうだから大長嶋さん、はい、かつては、はい、その人と一緒にやってみたいとかさ、うん、憧れ、あの原辰徳に、はい、ちょっと一緒にやってみたいなとか、うんうん、そういうのがこう伝統的にあるチームだよね、はい、だから今はもう坂本とか、うん、まあ、菅野とか、まあ、菅野は言っちゃうけど、はい、まあ、そういう選手から見て憧れるような選手、うん、やっぱプレッシャーにも強いし勝負強いし、うん、ああいうところをこう直に見れて、じゃあロッカールームでどうしてるんだとか、うん、ね、どういう会話をするんだとか、はい、そういうのはすごく興味があるんだったらもう移籍しちゃうよね。そうですよね、うん、あとやっぱり巨人の中でもキャプテン的な存在、はい、引っ張る存在の人に戸様外から行く中で不安ある中でああいうふうに言ってもらえると居場所がないとか、もし仮に移籍しても、まあ、そりゃそうだよ、うんうんうん、そういうのはないのかなって。まあ大山が居場所がないっていうことは絶対ないよ、はい、あれだけ人がいいんだもん、そう人は寄ってくるし、うん、何か困ったことがあったら助けてくれるよみんな、大山の性格だったら。そうなんですね。いやいや、だから その筆頭がやっぱ坂本勇人という、うんうん、ね、心強いと思うよ。そうですよね、言ってくれたら。さらに心強いのはやっぱり同じ茨城出身の阿部監督が、はい、阿部監督は茨城じゃない、千葉出身。あ、千葉か。あ、そっか、じゃあ隣とか上同士ということですね。あ、茨城出身なので東京に来てくれないかなというふうに話した。うん、監督もあるか、出身地を言い出したか。今みんな言い出すんですね。うちに来て正規の大 FA の先駆者になってほしいと。まあそうだな、はい、熱烈なラブコール、まあ、やっぱライバルチーム、はい、巨人阪神、阪神巨人というね、うん、まあ、伝統を掲げながら、はい、まあ、戦う両チームだけども、うん、まあ、それが相手のチームに行くというね。そうですね、一番フィーバーは江川さんと小林さんのトレードというね、はい、うん、キャンプの移動の時に小林投手は拉致をされて大阪に飛んだというね。そう、ありましたね。あったね、はい、だからまあ正規のトレードっていう、それとはちょっとニュアンスは違うけども、はい、阪神の4番が巨人に来たって言ったら歴史がねちょっと変わるかもかな、ね、そうですね。でこの阿部監督は大山くんは茨城出身なので東京に来てくれないかなと、今本人が一番懸念しているのは阪神から巨人に行くということだけだと思うというふうに話して、そうそう、で今は時代が変わってきているし僕は大丈夫だと思うと、昔よりかは、そりゃそうなの欲しいもんな、はいはい、過去横浜から加入した村田選手をお例にとって3連覇したら何も言われなくなった、ブーイングは認められている証拠だと思って粋に感じてほしいというふうに話したということなんですけれども、さらに本人の意思を尊重させていただくとした上で今後の状況次第では直接交渉にも出ていくということで、どこかのタイミングで直接交渉の席について思いを伝えたいと思っていますというふうに阿部監督が話されたと。すでに球団は最長6年24億円を超える大型契約を提示しているので、これ阿部監督もどこかのタイミングでやっぱ交渉の場に出たいということで、直にラブコールを送るっていう、これ新庄監督が やっぱり山崎福也投手と交渉した時に新庄監督が直接熱いラブコールをした、それがきっかけで日本ハムに行ったっていう例もありますし、これはどうですか、直接監督が同席するっていう。いや、まあ大きいよな、うんうん、まあでも本当に歴史を変えるような、うん、まあ、FA になるかもわからんね。そうですね、阿部監督が FA とともに阪神に移籍できたかっていうとさ、うん、絶対できないだろうしな。そうですよね、まあ、これは本当に勇気との戦いかもね。確かにそうですね、やっぱり金額云々っていうよりも、うん、やっぱり勇気だな、うんうんうん、あとは自分がどう考えてるか。そうですね、うん、おっしゃってたようにやっぱり日本一になって結果出せば、はい、もう3年経ったら何もなくなったっていう。言っとくぞ、村田の遺跡と大山の遺跡ではちょっと違うぞ、うんうん、やっぱりその球団ということですか。球団で違うぞ。そうか、うん、横浜と阪神、巨人に来る、全然、まあ、何も思わなかったんだ。ああ、そうなんですねいやいや、それはやっぱこう、まあ、お金の問題もあるだろうし、うん、優勝したいよなって思うから、うん、それはやっぱこう遺跡っていうのは、まあ、仕方ないのかなと思うけども、うん、大山は優勝してるしな。
はい、そうですね。別に優勝したいとか、それはもちろん勝ちたいっていうのはあるだろうけども、うん、そうじゃないよな、やっぱこう、いや茨城だからこっちに帰ってきたみたいな、うん、阪神ファンなんかドン引きするぞ、ね、ええー、みたいな、ってなりますよね。そうですね、そんな地元がいいのかみたいな、うん、近くだけじゃないかって、うん、そうですね、そうだろう、うん、いやだからそんなことよりやっぱこう自分が育ったルーツがどうなのかっていうことだよね、うん、まあ例えば初めてプロ野球を見たのが巨人で、はい、昔からこう言わなかったけど巨人ファンで、うんうんうん、このユニフォームに憧れて練習をしてきたと、うん、でそれが今敵となって戦ってると、うん、どうしてもしっくりこないと、はい、やっぱこのユニフォームは1回でいいから着ときたいっていうのはあると思う、はい、でやっぱ俺もずっと巨人ファンだったから、そうか、いや本当に、はい、で寸前まで巨人に行けるもんだと思ってたから、そうだったんです、ね、そうそうそう、それを敵にしなきゃいけないっていうのは、うん、すごく違和感があったよね、なんで俺これを今まで応援してたチームを敵に回して戦ってんだろうっていう、もうそれはプロかっていうような変な納得の仕方をしながら、はい、まあ、戦ってたけどね、うん、じゃあもし、はい、豊さんが FA 取りました、はい、巨人から、うん、もう金額オファー来ました、横浜のファンは残ってと、そうだな、そう、タカトリオじゃないかと、豊さんが仮に4番を打ってたとしましょう、横浜でどうしますか4番、はい、でも俺は年齢だな、今大山選手は30歳です、うん、30歳だと、はい、例えば大山の体の強さとか、うん、そういうのを考えたら40歳までできるよね、おー丈夫なんですよ、いや俺は丈夫だと思うし、あと10年って考えると、うん、うわ難しいな、例えば俺が36で辞めたけど、はい、34の時 FA 取って、はい、巨人に来ないかって言われたら、うん、俺行ったと思う、あ行く、やっぱりこのユニフォームだけ一回着ときたいっていうのが、そうか、やっぱ憧れってちっちゃい時のは、うん、あるんですね、やっぱ俺が野球始めたのも、まあ親父の影響もあるけど、うん、やっぱ ON に憧れて、うん、巨人というチームに惹かれて、はい、巨人の星で育ったから、ああもう全ては巨人でしたね、そう、俺が空を見上げたら、うん、どの星かわからないけど巨人の星に行って勝手に決めてた少年少年だったから、純粋だったんですね、いやだから そうか、それは一回ユニフォームを着たいって申し訳ないって、うん、頭下げてでも、うん、行きたかったな、はい、ちなみに大山選手はやっぱり巨人ファンだったそうで、高橋由伸さんとか松井秀喜さんがやっぱり幼少期好きだったと、多分そこに憧れて目指してずっと野球をやってきたんでしょう、ね、だから大山がどんな少年だったかだよね、うん、本当に野球好きでもう野球バカでやってて、うん、で俺もそうだったし、うん、やっぱ巨人に背くなんか、うん、もうとてもじゃないけどできるような少年じゃなかったっていう、だ親父が阪神ファンでさ、え、そうだったんですか、いやだから巨人が勝つと機嫌が悪いんだよ、あ典型的な、そのまま俺は巨人が勝ったら自分の部屋行ってやったこんな感じの子だったから、あそうなんだ、いやだからもう本当に放送が切れて もラジオかって合わせながら聞いてたぐらいだからそうなんですね、いやだからそういう少年だったらなおさら、うんうん、やっぱり一回ユニフォーム着たいっていうのがあるよね、ありますよね、うん、プラスアルファ例えば30歳、例えばもう一回チャンスあるからその時にと思っても、じゃあその時に巨人から声がかかるとは限らないですもんね、それとね、うん、初めて俺がプロのユニフォームを着て、うん、まあ、もちろん太陽のユニフォームだよね、はい、巨人のユニフォームの選手がバーッとこうグラウンドに出てくるじゃん、うん、いやーかっこいいなと思った、こっちユニフォーム着ながら、いやーはーこれが巨人だよなみたいな、そうだったんですね、やっぱそれはあった、まあ、特に豊さんの時代はやっぱり巨人だよね、そう、いや、まあ、巨人しかやらなかったし、うん、まあ野球がもう主なスポーツの大半を占めてたからね、うん、はい、だからやっぱ憧れはあったな、だから大山が、うん、まあ、そういう純粋な気持ちで巨人に惹かれると、うん、言うんだったらもう言っとけ、そうですね、もう彼の人生一生ね、そうそうそう、一度しかないので、そうそうそう、なんかそうなると、あ納得かなっていうふうに、やっぱ豊さんの今の幼少期の憧れっていうのがプロになってもやっぱりあるっていうのを聞くと、それはやっぱり一度は袖通したいっていう気持ちもあります。だから俺ね、コーチに呼ばれたとしても多分一回ユニフォーム来たと思うよそこはなかったけどね、そこは なかったけど、やっぱこうもう来ても来ないよあもうコーチの寄せですけど、もう来ないかいやいや分からないですよ、分からないですよ、だけど、あそうやな、
あのユニフォームは一回着て死にたいな、うん、そうなんですね、と思うぐらい好きだったよ。それもう今こんな本当に巨人巨人巨人っていうのは初めてだけど、そうですよね、まあ、大山のことでね、かぶせて俺のことを、うん、俺の気持ちを言わせてもらうと、そういう気持ちだったと。ってなるともう金額云々よりも豊さんもやっぱり金額云々よりやっぱり巨人のユニフォーム最後通したいなっていうのはあった。でもセ・リーグ6球団で戦ってて、はい、この球団に行きたいって思ったのは阪神だよ。阪神の応援は全然違うから。それはもう違うんですね。もうね、迫力がもうなんかすごい切迫感があった。あ、もうなんか危機迫るという、そうそう、すごいものが、すごい嫌だなとか、あ、分かった。だから入るまではもうほんと巨人愛がすごくて、うんうん、だけど入ってからはこのチームでスプレーしてみたいっていうのを思ったよ。マジだ、巨人のなんか、いや、だから、あ、そうか。でもそれは体験してるわけだよ、大山はね。もう現にそうですね、うん、で優勝もしていると。だから阪神は違うよ、やっぱ応援とか、あの甲子園が生み出してくるこう熱気というかさ、うん、そういうのはやっぱこう俺は好きやったな。そうなんですね、やっぱ俺は西の人間なのかなと思うよ。あ、そうか、うん、そういうところ、そういうところがね、グッとなるっていうのは、うん、でも綺麗なところがいいでしょ、綺麗で、うん、そうですね、ああ、嫌でしょ、こっちの方がいいですね。そうそうだ、これが西やから、これが東、これが東やから、あのお上品な感じ。俺はもう春だったら前のおっさんの頭パーン叩いてる、あ、ごめんとか言いながら。いいですね、それもね。そうか、西と東でまたね、毛色ってね、違ってきますけど、まあ、青山選手はその西のその熱狂的なファンがいるやっぱり阪神で優勝したと。で、幼少期からのやっぱりこう巨人ファンで由伸さんとか松井秀喜さんに憧れていたっていう、どちらを取るかっていうのもありますし、 あとどうなんでしょう、あの安倍監督はまあ巨人その直接交渉の場につきたいと話されていて、もちろん阪神に引き留めていて、うん、それはもうやっぱつくべきだよ、巨人も本腰で言ってるわけだから、はい、いや、一回あの俺と飯食ってくれないかっていう監督の思いもね、うん、はい、やっぱこう伝えたいだろうし、大山だって監督の思いをやっぱ聞きたいと思う、うんうん、そうです、それが一番の評価だから、はい、球団の評価、いや来てください来てくださいって、うん、柄が出しますって、うん、ね、いや、あなたじゃないって戦うのが一緒に、はい、ね、一緒に戦う人間と飯を食わせてくれって、うん、それはもう坂本も一緒に同席したらもう一頃だよ、そうですよね、吉野がいてみたいな、松井が囲んでちょっと、あ、そっちの吉野ですね、そうですね、箸が入らない、動かないみたいな、直立になっちゃいますよね。ほらとするとやはり阪神も絶対に何が何でもやっぱ大山選手を引き止めたいってなると、例えば藤川球児監督が交渉に同席するとかっていう、いや、もう話はしてると思うよ、まあ、それとやっぱもう自由にさせてるか、 なんかね、あの、うん、おっしゃってましたね、藤川監督もその、うん、やっぱり個人の人生だから、うん、そこはって、いや、そうだよ、個人の人生で、ね、うん、責任持てないよ、うんうん、ただやっぱ取る方としたら誠意としてお金っていうのは用意できるから、はい、まあ、そりゃそうだろうけどもね、うん、いや、だからもうね、連日本当に大山選手の行動一つ一つが記事になっていて、いや、そうだよ、まあ、ずっと決まらなければ、うん、ずっとこすっていくから、そうですね、ただファンは、うん、阪神ファンの方は、毎日ヤフーニュースを見るのが怖いと、まあ、そうだよ、ね、はい、っていうふうに言っているので、ね、大山選手もおそらく12月中には、もうそろそろ決まる、まあ、でも野球人として、すごく素敵な人だから。うん、新井さんはね、話されたりとかしてるし、うん、いや、だからもう本当にどこ行こうが、うん、もう本当に相変わらず、応援のほどよろしくお願いします、うんうん、いや、いたしますよ、西になりました、今が西、いやいや、いや、本当本当、うん、だから大山にちょっと連絡くれんかなと思って、あ、連絡先は知ってるんですか、知らないんだよ、どそうなんですか、いや、知ってるんだったら先に、あれ、そうですよ、ね、今中途半端な感じでしょ、はい、どこに行くか分からない、そうです、そうです、まあ、YouTube 出ろってこんな時期に、いやいや、いいじゃないか、すごいですね、そ、思いの丈をこう喋るという、ね、ここでね、ここで発表、それもありだ、それですかね、まあ、ありだけど、うん、いや、話をね、大山がどういう悩みを持っててっていうのは、うん、なんかこう糸が絡まってなければいいなと思うけどもね、そうですよね、きっとあの球団が決まれば大山選手もその残留にしても行くにしても会見で気持ちっていうのは話されるでしょうし、まあ、そりゃそうだ、うん、はい、その時にね、また改めてどうなるかは緊張ということで、はい、そうだな、楽しみだね、はい、見守っていきましょう、はい。